こんんににちは皆ささチャンンネル登録よよ、ねえー、よろろいいろしししししくくおお願願いいいいまますすすらでねねければボタも今日取り上げてみたいのはですね何かと言ったらですね今日12月8日という日にちなんですねで12月8日って一体どんな日なのと言った時にですねまあもちろんですねこの動画をですねご覧いただいている皆さんはお分かりになるかもしれないですけれども多くの人はですね12月8日と言ってもですね一体った え何の日という感じでですねあの特にあの深く考えていない人の方が多いんじゃないのかなという気がします例えばですね8月15日って言ったらどうでしょうかね多くの人はですねやっぱこれはさすがにですね終戦の日だということを知っているだろうと思いますまあ、最近ですね若い人の中には8月15日が終戦の日だということを知らないということでですねまあ、NHK 等々で問題にしていたこともありましたけれども それでもやっぱりですね8月15日のその終戦の日であるというこの何て言うのかな知名度と言いますかねそれは高いと思います。一方ですね12月8日は何の日かと言ったらこれ大東亜戦争のですね開戦の日なんですね。で開戦の日っていうことをですねやっぱり我々もうちょっとね意識した方がいいというふうに私は毎年考えてます。というのもですね 終戦の日っていうとですね、何を思い浮かべるかっていうと、どうしてね、あの、負けたんだろうと。どうして負ける戦争に突入したんだろうと。いうことを考える日になりますね、基本的にね。で、これをやっぱり、何、えー、て言うのかな。いや、素晴らしかったね、というふうに迎える人ってのはいないと思います。ところが、12月8日をですね、考えてみるっていうと、これ、開戦の日ですから、 どうして日本は戦争に向かったんだろうかということを考える日になるのではないかというふうに思います。えーまあ、簡単にね、まあ、これね、これはあんまりね、あの、ちょっと俗っぽいね、例ですけれども、結婚して離婚した人がいたとしますね。で、その人はですね、結婚記念日のことを思い出す時っていうのよりもね、えー、離婚記念日を思い出すという人の方が多かったらね、それ離婚をしたらね、なんだ あいつとんでもなないやつだったとかねんで離婚したんだろうということを思い出す日になると思うんですね。でもそういえばあの時結婚したんだよなとふとね思い出してみると何で結婚したんだっけとああまされてたんだっけとかねいろいろあるかもしれないけれどもでも結婚に至った理由はあるわけですよ。な何らかの理由で結婚してでそして何らかの理由で離婚するわけですね。で戦争もですね何らかの理由で戦争を始めて何らかの理由でどちらかの 国家が勝ちどちらかの国家が負けるわけですよねで、やはり両方考えておくってことで私は大事だと思うんですね入り口と出口ということですねで、そんな時にですね誠にあのまあ、時期にかなったですね雑誌がですね増刊号ですけどね出ましてですね えー、この、ウィル1月号別冊でですね、この一冊で昭和の大戦の真実丸わかり、選手は嘘だらけというですね、雑誌が出版されました。で、これ、いろんなこと書いてあるんですけれども、私がですね、この中で一番皆さんにですね、お勧めしたいのはですね、20ページにあるですね、渡辺昭一先生の、あれは日本の自衛戦争だった。敵将マッカーサー証言は重いと。 というですね、あの、この論考なんです。1,2,3,2,4,5,6,7,8。たった8ページしかないですね、あの文章なんですけれども、ちょっとですね、今まで学校で教わってきた教育とは違うことがですね、書かれているのではないかというふうに思います。これをですね、あの、ちょっとね、簡単にご紹介させていただきたいというふうに思います。えー、それはですね、どこかというと、マッカーサーの重大証言というところなんですね。 で、マッカーサーは朝鮮戦争で核攻撃を主張して、昭和26年の4月に更迭されるんですね。トルーマンに更迭される。で、マッカーサーっていうのはですね、まあこれはここで書いてませんけど、本当は大統領になりたかったんですよね。で、だけど大統領になれなかったんですね。で、5月にですね、アメリカの上院軍事外交合同委員会で、 当時の日本の状況を述べた後にですね、こうやって言ってるんですよ。従って日本人が戦争に入った目的は、主として自衛のためであった。これすごいことじゃないですかえ要するに、日本人が戦争に入った目的は、侵略のためであった。というふうに大体今ですね、言われてるんですよ。学校教育でもね、侵略戦争だったというふうに言われることが多いですね。 でそのだからこそ日本人は反省しなくちゃいけないんだととんでもないね野蛮な侵略戦争を始めた国なんだからえ我々は今でもですねアジアの人々に対してですねあの大東戦争太平洋戦争でですね、えー、侵略戦争を行ってしまいました「申し訳ございませんでした」みたいなことをです、ね、言い続けなくちゃいけないよという申し訳ございませんでした病みたいなのになってるわけですよねだけれどもマッカーサーサはですね。 自衛ですよ。自衛隊の意味の自衛。自衛のための戦争だったというふうに言ってるわけですね。で、これは、えー、先生のことをちょっと引用しますと、これは彼の独白でも、プライベートな席で友人に語ったものでもない。民間人を前にして演説したのでもない。上院軍事外交合同委員会という、これ以上ない公の場で証言したのである。これは一点の限りもない決定的な歴史的事実である。 ここれれ重要でですすよねね教科書に載ってないです、ね、我々の学んできた歴史の教科書にねワッカーサーが「日本の戦争は自衛の戦争でしたよと」というふうに言ってた敵の大将ですよまさにその敵の大将がですね彼らが戦ったのは自衛だったんだというふうに言ってるこれ珍しいことですよでこれはですねどこに載っていたかというとニューヨーク・タイムズに証言の全文が掲載されていたと。 で、これをですね、渡辺昭一先生が、ご友人のですね、東大教授のですね、小堀啓一郎先生に頼んで探してもらったと。そしたら小堀先生は記事を見つけ出してきて、コピーを送ってくださったと。で、渡辺先生はその現場を雑誌ボイスという雑誌、うん、PHP が出してるですね、ボイスで発表した。で、これが広く日本人の目に触れた最初のケースであった。で、これ驚いたんですけどね、専門家である外務省、 情報調査局局長だった岡崎久彦氏ですらマッカーサーがこんな証言をしていたことを知らず驚いて私に資料提供を依頼してきたほどであるということなんですね。外務省がが知知らららななかかかっったたくいだから他の官僚や政治家が知るわけがなかったということを書かれてますけどその通りではないでしょうか。でその重要な部分の日本語訳は次の通りであるということにの載ってます。 日本は絹の産業以外は固有の産物はほとんど何もないのです。彼らは綿がない、石油の産出がない、鈴がない、ゴムがない、その他実に多くの原料が欠如している。そしてそれらの一切のものがアジアの会場には存在していたのです。もしこれらの原料の供給を断ち切られたら、 1000万から1200万の失業者が発生するであろうことを彼らは恐れていましたしたがって彼らが戦争に飛び込んでいった動機は大部分が安全保障上の必要に迫られてのことだったのですとつまりですね大東領選を見る時にですね2つの見方っていうのがですねよく言われるんですけれどもそれは何かって言ったらですね一つはですね とは解放という,う,うね、日本の大義をね、えー、言ったとき、それから自尊自衛ということを言ってますね。でも、開戦の象徴を見ると自尊自衛ということはあ言われてますね。 で、東和解放っていうふうに言われるようになるのはですね、大東亜会議っていうので、えー、重光がですね、重光外務大臣がこれをリードする形でですね、アジア各国の指導者を呼んで、そこから大東亜会議っていうものを開くわけですけれども、そして植民地の解放こそがですね、今回の大東亜戦争の意義であるというふうに言うんだけれども、一番最初始まったのは自尊自衛なんですよね。で、そうやって考えてみるとですね、 ここのマッカーサーが言ってるのは自自尊自衛のたために戦ったんだということを言ってるわけですでこれ実はですね東条英機首相がですね東京裁判において書い長のよねこれ今本人もなってますけれどもこの中でですね日本は侵略戦争をやったのではないと常に受け身で自尊自衛のために戦ったのだということをですね主張してるんですけれどもこれとですね整合性が取れると言いますかねつまり。 敵のですね陸軍大将であったマッカーサーとですねでこちらのですね総理大臣まで務めた陸軍の大将であったですね東條英機がですね共にですね日本の戦争は自尊自衛の戦争であったということをですね お互い認めているということですね。で、これはね、やっぱり私たちは一つの事実として知るべきではないでしょうかえ。確かにね、それはね、あの、日本軍がね、進行してきてですね、それで嫌な思いをしたというアジアの人たちもいるでしょう。しかしですね、私たちの先祖自体はなんで戦ったんだろうかっていうこの視点ですね。つまり、 私たちはアジアの他の国の子孫ではなくて日本国民の子孫なわけですよね。ですから日本国民として我々の先祖はどうして戦ったんだろうかということをですね真面目に考えるときにやっぱりこのマッカーサー証言というものはですねあの非常に重要な意味を持つ。 あれは日本の自衛戦争だったとマッカーサーが指摘していた。まあこれですね、保守系のよく本を読んで勉強なさっている方はですね、既に知っておられる方は多いかもしれないですけれども、多くの人はほとんど知らないというふうに思うんですね。ですから、こうした事実をですね、やっぱりこの今インターネットでですね、YouTube で広げられる時代ですから、これ事実ですからね、何も解釈ですらないんですよ。 私はこう思うとかっていうことじゃなくて、マッカーサーがこうやって証言してるっていう、ここは事実なんです。それをどう思うかは、まあ皆さん自由ですけれども、マッカーサーがこうやって自衛のための戦争であったというふうに主張したことはファクトなんですよ。で、この事実をどう見るかは、 解釈の問題ですけれども、事実は事実としてやっぱり受け止めた方がいいというふうに思います。で、こうした事実をね、日本の教科書に書かないっていうことは、やっぱり私は日本の教科書っていうのは変更してるというふうに思いますし、こうしたことをですね、教えようともしないですね、えー、歴史学者たちっていうのはやはりあのアカデミズムの世界っていうのは腐ってるというふうに思いますね。ですからね、やっぱり、 YouTube 教育というものが大事になってくるなという気がしますね。やっぱりねこういったものって YouTube で読むはへえそうなんだと思って実際にねニューヨークタイムズの記事読んで読められてもいいですしね。でも本当にね。 あのきっかけになるのはやっぱり YouTube とかの方はきっかけになるわけですよね。でその変更しきったですねそのなんか左翼教育だけ受けてねこれが全てなんだというふうに思い込んでですよでそれで日本は悪い国でした世界で侵略しました謝罪しましょうというふうになってるというのはですね私は日本国民のですねあの一員としてですね我々の父措が戦ったあの戦争をです、ね、全面的に否定するねそういったあ,のあり方っていうものに対しては断行。 ノーとといいう声を上げたいとそのために、まあ、YouTuber になったというのがやっぱり一つの理由ですね。政治学者、YouTuber になるも。もぜひよろしくお願い申し上げます。両方ともですね、これ、w a c ワ w ク c k ク,ク出版から出ておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。えー、今日のですね、えー、夜、夕方の夜にも、夕方の夜っておかしいな、えー、と夜の7時にもですね、えー、皆さんとお会いできればと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。